ではここでホームのザスパクサスのスターティングイレブンをご紹介していきましょう。ゴールキーパーは時澤、ディフェンスは右に西澤が入ります。センターの2人はミクリアと尾本のコンビ、今シーズン6試合目です。左には定着してきましたね、田中が入ってきています。右サイドは調子の上がって前節2ゴールの菊池、ボランチは出場停止明けの松下と、コンビを組むのは同年代の熊林、左にはベテラン33歳の広山が入ります。そして2トップ、前節 J2 通算の最多ゴール75ゴール目を記録した宝、アレックスは宝同様3試合連続のゴールを狙っている。2トップ非常に得点力上がっている2トップということになります。では草津のサブのメンバーです。ゴールキーパー伊藤、佐田は今季1ゴール、ダニエルが入っています。長身です。桜田は出場停止明けベンチスタート、前田と秋葉は前節途中出場で、フォワードラキビネはチーム最多の8ゴールを挙げています。そして千葉のスターティングフォーメーションもご覧いただきたいと思います。千葉はゴールキーパーが10試合連続スタメンの岡本、そしてディフェンダーは茶野と福本のコンビです。32節以来のコンビになります。左に坂本、そして右に今日は青木がセンターから回っています。ボランチには山口と佐藤です。佐藤は2試合連続のゴール、3試合連続を狙います。工藤が左、トップ下には米倉が17節以来のスタメンで入っています。右には太田、そしてワントップ今季6ゴールの青木浩太が入っています。そして千葉のサブのメンバーです。ゴールキーパーが串野、ディフェンダーの池田は今季初のベンチ入りです。14番の倉田修は8ゴール、16番トップ下の矢沢は今日はベンチスタート、スピードが持ち味の深井と林がベンチ、そしてチーム最多の9ゴールのネットが入っています。今日は出場停止でアレックスが出られない状況で、江尻監督は11人メンバーを組んできました。激しいここは攻防で佐藤優斗から右サイドに展開しようといったボール、平山選手いいディフェンスしましたね。広山のカットから熊林、縦に9番の宝を走らせた、まだ持っている、中に折り返してアレックス、パスだ、取れた、シュート、もう一度パスだ決定的なシーンでしたが草津は得点ならず。いや最初の攻撃ビッグチャンスでしたけどもね、逆にこれ風上からの感じでボールが伸びてしまったかも分かりませんけどもね。一つ草津はいい攻撃が見られました。宝からですね、絶妙なタイミングのクロス入れましたけどもね、ポストとバーでしたね、そうですね、2度当たりましたね。その風がいや強くなってきました。群馬県特有の上州からっ風、千葉はその風上の風を味方につけることができるんでしょうか。さあ逆に草津が1点、チャンスを迎える、菊池ドリブルでシュート、キーパーゴールが取れてる、アレックスが決めた、3試合連続。今も菊池選手の速いシュートから岡本選手よく対応しましたけどね、ただやはり点を取ったら選手ってそういうポジションを取れるんですね。負けられない千葉に対して草津が先制。今のシーンですが、ここで菊池がそのまま持っていってシュートですね。振りの速いコンパクトなシュート、岡本選手よく対応しましたけども、もうゴール前に高田選手もいます。その外にいたアレックス選手落ち着いてましたよね。3試合連続アレックスのゴールで、これで草津が先制点を奪いました。でなければですね、するなっていうのはよく言いますけどね。今度も右からのコーナーキック、ジェフは2枚残すようになりましたよね。中に行く、決まった、最後は尾本か、素晴らしいですね、ザ・スパクサツが追加点だ。千葉は追い詰められた。後半の27分、素晴らしいゴールでしたね。何か本来こうジェフが持っていなければいけないそのメンタル面もザ・スパクサスの選手が持ってますよね。
パクサツのユニフォームを脱ぐ尾本のゴールで追加点。草津が2対0。さあこの間にネットが投入されました。